耳から学ぶ鶴光一さんのメッセージ8。記憶危機物語。記憶があなたを規定し、記憶が今のあなたを縛っています。家族、会社、友人、仕事、同僚、すべてあなたとはあなたの記憶のことです。ではその記憶を書き換えたとき、あなたはどうなるのでしょう。もちろん、別人となることでしょう。実は、と言って、あなたは、突然、見知らぬ人の来訪を受け、全く予期しなかったあなたの真実を打ち明けられたとしましょう。そして、それが十分信じるに値するような内容であったら、あなたは、きっと、その打ち明け話を受け取り、昨日とは、違った人間になることでしょう。真実とは、あなたが信じたことに他なりません。あなたが別人になるのは、それほど簡単なことなのです。あなたが、次の瞬間、自分が天才であることを信じられたら、天才となるのです。天才という、物理的特性がどこかにあって、それによって、人が天才になるわけではありません。打ち明け話をあなたが受け取らなかったら、その話は、でたらめな話となりますが、あなたの内側にはひょっとしてという疑いの根は残されるかもしれません。私は今あなたに打ち明け話をしようとしています。それはあなたは本当はあなたの世界の創造主なのだということです。これまでの話でひょっとしてそうかもしれないと感じていらっしゃる方が相当に増えていると思いますが、これからもその証拠を出し続けていくつもりです。その証拠は無限にありますから。これから出し続けていくあなたが創造主であるという証拠の数々のうち、あなたがどのあたりでそのことを事実として受け入れるか、それは単に時期の問題でしょう。それは今かもしれないし、明日かもしれないし、1万年後のことかもしれません。それがいずれであってもあなたの完全な選択の問題です。先ほどの打ち明け話の例え同様に、それは単にあなたが受け取った時にあなたの認識上の別人、すべての創造主となるのです。決して努力した結果その報いとして神になるわけではありません。もともと神であるあなたが神以外の何者にもなることなどできないのですから。人は記憶を使い現実空間を生きられるよう設計されています。ボギャーと生まれ出た瞬間の状態が人としての記憶の初期状態です。何の認識もない完全ニュートラルな状態です。キリストは赤子のようになれと言われたようですが、無垢であるニュートラルな状態の素晴らしさへと戻れということなのでしょう。この心の位置では過去の記憶により人の行動が制限を受けることがないからです。無分別の状態、良いとか悪いとか比較判断の基準を何も持っていない状態のことです。成長し認識が入り分別がつくようになると人は絶えず過去に引っ張られ過去の認識から抜け出せません。昨日のあなたの認識が今日の行動を決定していると言っても良いでしょう。彼は昨日あんなに怒っていたと思い出すと、彼に出会わないで済む方法はないかと逃避行動を考えるか、なんとかなだめる方法はないだろうかと相手をなんとかしようとし始めます。記憶があなたの行動を誘発しているわけですが、そんなことには全く気づいてもいません。自分の行動が今記憶の奴隷と化しているとは考えていないのです。あなたが今誰かに罵られたとします。お前はどうしていつもそうなのだと。次の瞬間あなたはどんな行動をとるでしょう。そそくさと逃げ出すかもしれません。あるいは自己弁護を始め自分を防衛しようとするかもしれません。自分の正しさを主張し大反撃に出る人もいるでしょう。でもこの3つの行動パターンはいずれにしても一瞬前の過去の記憶に対する対処行動に過ぎません。これらの行為は記憶からの自動ロボットであると言えるでしょう。人は普段絶えず何かを記憶しその記憶に対処するという行動様式をとっています。もし自分が今
過去の記憶からの対処行動をとっているということに気づいたとしたら、その次には違う選択を選ぶチャンスとなるでしょう。あなたは対処行動を取り続けることも可能なわけですが、たとえあなたが相手の機嫌を回復させその場が収まったとしても、それは単にマイナスが元に戻っただけであり、何のプラスも生み出せなかったということです。エネルギーの浪費です。人はいつもいつも人の機嫌を回復するとか、自分の信用を回復するとか、そんなマイナスをゼロに戻すという非生産的なことにのみエネルギーを消費し続けているわけです。プラスは生まれていないわけです。あなたは毎瞬どの瞬間も源から宇宙のエネルギーグリッドを介して無限にエネルギーを受け続けています。そのエネルギーをどう消費するか、すべてあなたの自由選択です。そしてあなたは人から罵られた次の瞬間でさえ、あなたに注がれている無限の愛のエネルギーをそのまま変質させることなく相手に与え続けることもできるのです。こういう話をすると、いや、私にはそんな成人みたいなことはとてもできないと、これまでの記憶のパターンを引っ張り出してきて自分を評価し判断を下してしまいますが、私の言っていることはそんなに難しいことではないのです。単にそのことに気づいてさえいればいいのです。誰にでもできるとても簡単なことなのです。それはちょっとした訓練ですぐに気づけるようになってきます。単にあなたはこれまではできなかったという過去の記憶に条件反応しているに過ぎないのですから、これまでできなかったという理由だけで簡単に片付けないでください。太陽はどの瞬間にも光を放ち続けています。たとえ今地上が雲で覆われていたとしてもです。太陽は地球に今雲がかかっているか否か判断をしていないのです。すなわち光るのに条件がないということです。我々も常にこうすることが可能です。相手の状態に条件をつけることなく光を放ち続けることができるのです。相手の機嫌を判断する必要などないのです。たとえ罵りの言葉を聞いたとしても、その言葉をそう受け取る必要はどこにもありません。罵られたと意味をつけたとき、あなたは輝けなくなってしまいます。いや、そうは言っても現に次々と非難され続けているという思いが出続けていると感じたら無理をすることはありません。その場から可能な限り早急に離れてみることです。大切にすべきことはあなたが光り続けられるか否かです。そうできなくなりそうならその場を変えてしまうことです。自己弁護を始める前に、自己主張を始める前にです。葛藤はあなたの内部にしか実在していないのですから、他人を変えることに意味はありません。他人の説得には何の意味もありません。その場を離れてしまったら、もう一瞬前のことは手放しましょう。あの人が怒っているというのは過去の認識に過ぎません。でもきっとあの人はまだ怒り続けているに違いないと、なかなか不安は去りませんが、自分のそんな感情の動きを出てくるに任せコントロールすることなくただただ眺めていると、やがてそんなに時を置くことなく感情のエネルギーは沈静化してしまいます。そうしたら可能な限り自分のハートのセンターに意識を向け、自分でそこに愛を送ります。相手が今どう思っているかに意識を置くのではなく、相手がどういう状態でいるかに意識を置くのでもなく、自分が輝けることに意識の焦点を振り向け、今そこで光るのです。いつもあなたのすることはそれだけです。どんな時も光り続けることです。それだけがあなたの生きる目的なのですから。記憶に条件付けられた自動ロボットからの離脱です。